はい、こんにちは、116インズです。まだまだ補強ポイントを残していたマリナーズですが、まあこんなんでオフが終わるわけもなかったですよね。なんて言ったってマリナーズのトップはあのトレード強のジェリー・ディポトさんなわけですから。ということで今日マリナーズは新年一発目どころかいきなり2件のトレードをまとめてきまして、ジャイアンツとのトレードでは2022年までチームを支えたミッチ・ハニガーと先発投手のアンソニー・デスクラファニオ、そしてレイズとのトレードでは昨年ブレイクした強打者ルーク・レイリーを獲得してきました。レイズとのトレードについては正直レイリーが来るとは思っていませんでしたが、もともとアロザレーナやパレデスなど噂があった2球団同士でしたので、まだそこまで驚きはありませんでしたが、ジャイアンツとのトレードはびっくりですね。まさかまたマリナーズのユニフォームを着たハニガを見られることになるとは思っていませんでしたし、レイ放出にも踏み切るとは。自分で稼いだ給料で初めて買ったユニフォームがハニガだった私としてもまさかすぎる彼のシアトル帰還、とても嬉しく思います。今回はマリナーズがまとめた2件のトレードについてお話していきます。まずはジャイアンツとのトレードになりますが、このトレードでマリナーズはハニガー、デスクラファニー、さらに600万ドルの金銭をジャイアンツから受け取り、見返りとしてジャイアンツが2021年のサイヤング賞左腕である先発投手ロビー・レイをマリナーズから獲得しています。テレビ収益が不透明となり、あまりペイロールを増やしそうにないマリナーズは、レイの契約を手放す代わりに、ハニガーを呼び戻すことでうまくいけば打線強化につながる動きに出るとともに、デスクラファニーが加わったことで先発陣のデプスも強化、レイの契約が抜けたことで将来のペイロール削減にもつなげています。一方でジャイアンツはイジョンフの加入で外野が埋まってしまい、ハニガーを使うポジションが限られていたこと、デスクラファニーもあまり結果が出せていませんでしたので、余らせた2人を使ってトミジョン手術の影響で復帰は今季の後半戦以降にはなってしまいそうですが、3年前にサイヤング賞に輝き復活すればエースクラスの左腕レイを獲得し、アップサイドを取りに行くトレードとなった感じですかね。金銭負担を削りつつ今のバリューを取りに行ったのがマリナーズ、トータルで大きなアップサイドを取りに行ったのがジャイアンツといった感じのトレードでしょうか。今回のトレードを理解する上で双方のチームの金銭負担も重要となってきますので、最初にそちらを説明したいと思います。上が今回のトレードに伴うマリナーズの金銭負担、下がジャイアンツの負担となりますが、ジャイアンツがマリナーズに600万ドルを送るため2024年の総負担額はマリナーズが2700万ドル、ジャイアンツが3000万ドルで、金銭面ではほぼイーブンのような格好となっています。ただ2025年以降、仮にハニガーとレイともにオプトアウトを行使しなかった場合に金銭負担が大きく変わってきまして、マリナーズの最大の負担額は2年間合計で4250万ドル。一方でジャイアンツの最大の負担額は3年間合計で8000万ドルとなりますので、総負担額という意味ではレイがオプトアウトしない前提ですと、ジャイアンツがかなりの負担を担うことになりそうです。裏を返せばその差額分をマリナーズは今回のトレードによって節約できる可能性があると、これからの収益が不透明になりつつあるマリナーズにとって、あと3年間合計で7000万ドル以上かかる可能性があるレイは確かに契約的に重りとなっていた部分は否定できず、しかもトミジョン手術明けどんな状態で戻ってくるかも未知数。ハニガーとデスクラファニーの契約を引き取る代わりに将来のペイロールに柔軟性を持たせるため、レイの残りの契約を全てジャイアンツに持っていってもらったのが今回のトレードの趣旨の一つとも言えるでしょうか。まあそういったお金の事情はありながらも、とはいえマリナーズも全く不要な契約をもらってきたわけでもありません。ちゃんと稼働する前提にはなってしまいますが、ハニガーの期間は打線にとってもプラスとなるはずです。かつてマリナーズ打線の中軸になってきたハニガーは昨年も怪我などあって61試合で WRC プラスがわずかに73と全く振るいませんでしたが、2022年はこの年も怪我で長期離脱となったものの WRC プラス113、さらにその前の2021年はホームラン39本 WRC プラス120とシアトルでも平均以上の打力の持ち主であることは証明済みの選手でしょう。正直今のハニガーに怪我なくフルシーズン戦うことを計算するのは難しいと思いますし、マリナーズもそこまで計算していないと思いますが、トレード後にディポトさんはハニガーには可能な限りライトを守ってもらうとコメントしていたように、基本はライトを守りながら、まあ2022年の水準に近い WRC プラス115前後記録してくれたら悪くはないのかなと。できれば下位打線でブンブン振って2021年みたいに30本超えとか狙ってくれたらチームとしてもありがたいですよね。左打ちの外野手ばかりチームにいますので、右の彼が入ったのも左右のバランスという意味でもいいでしょうし、何よりリーダーシップに長けた選手ですので、スアレスが移籍した今そういった面での活躍にも期待したいです。またデスクラファニーの加入で先発デプスも確保しました。ローテーションの5人は MLB でも有数のマリナーズですが、それ以降のデプスがほとんどないに等しく、ベテランのデスクラファニーがスイングマン的な役割で待機してくれるのはありがたいですよね。昨年はジャイアンツで19試合18先発で防御率 4.88 と平凡そのものですが、ただ FIP は 4.35、 XFIP は 4.15 ということで、いくらか成績が持ち直す可能性自体はあるかもなと。少なくとも先日トレードしたマルコ・ゴンザレスよりかは成績面では期待できそうと思っていますが、まあ大きく変わらないだろうと言われたらその通りでもあります。今季年俸1200万ドルは今のパフォーマンス考えたら全然安くはないですが、マルコと同額で彼よりは多少活躍しそうで、かつリハビリ中のレイとは違い開幕から稼働してくれそうな点で、まあデプスとしては十分でしょうか。マリナーズがうまく強みを見つけて活躍させてあげられたら最高なんですけどね。
ということでハニガーが帰ってきて、さらに先発陣のデプスも加えるトレードとなりましたが、しかしレイとの別れも突然でしたね。コーフは本当にドラスティックにロースターが変わっていくのを感じます。レイは2021年にブルージェイズでサイヤング賞を取って、でそこから FA となってマリナーズとの大型契約、なかなか FA の注目選手に選ばれないマリナーズ、そしてそのチームのファンとしてはやっぱりシアトルを選んでくれたという事実は嬉しかったです。昨年は怪我で1先発しかできず、で2022年はサイヤング賞を取った時ほどのパフォーマンスでなく、しかも ALDS でヨルダン・アルバレスにあの痛恨のサヨナラホームランを浴びたのがマリナーズでのレイの最後のハイライトとなってしまったのが残念でなりませんが、まずは無事にトミジョン手術から復帰できることを祈っていますし、ジャイアンツの期待通りサンフランシスコでかつてのサイヤング賞の姿を取り戻してほしいですね。では続いてレイズとのトレードに話を移しますが、レイズとのトレードでマリナーズは外野手兼ファーストのルーク・レイリーを獲得し、見返りとしてレイズは内野手のホセ・カバエロを獲得しています。マリナーズはやたらとユーティリティタイプの選手がダブついていて、その中でカバエロは二遊間をしっかり守れる点が強みでしたが、ユーティリティ1枚を使って昨年ブレイクした強打者のレイリーを獲得。年末に FA で獲得したガーバー、先ほどのハニガーに続いてもう一人打線補強を進めた格好ともなりました。一方でレイズについてはワンダーフランコのプロ野球選手としての将来が不透明、なんならキャリア続行すら怪しくなってきたところ、ショート守備でもプラスを稼げるカバエロを獲得し、内野陣のデプスを強化。カバエロはまだオプションを3つも残していますので、ロースターの運用面でもかなり使いやすい選手を獲得できたと言えるでしょうか。個人的にカバエラでレイリーを連れてこれたのは結構嬉しいですね。昨年レイズでブレイクした29歳で、あと最大で5年間も保有できる選手。昨年118試合でホームラン19本、 WRC プラス130と攻撃面でインパクトを残すシーズンとなりまして、またこういったタイプの選手にしては意外にも足も速く、昨年のスプリントスピードは MLB 上位 13% の水準。両翼ならソリッドに守ることができ、さらにファーストにも入れる選手ですので、フランスのバックアップ的な使い方もできるのは良さそうですよね。平均打球初速は MLB 上位 23%、 バレー率は上位 16%、 ハードヒット率は上位 26% と、打球指標にも光るものがあり、特に引っ張った時の結果が素晴らしいですよね。引っ張り時の WOBA 5割6分1厘は、昨年100打席以上引っ張りの打球があった選手の中では MLB 16位ということで、マリナーズが最近重視している引っ張った時のパワー、ここがしっかりある選手というのは魅力的と言えるでしょうか。他方でレイリーももちろん完璧な選手ではなく、特に際立つのは三振の多さ。全打席に占める三振の割合は昨年 31.5% と高く、ボール球スイング率も高めですので、アプローチ面には課題を残す選手です。三振を減らす目標はどこ行ったんだという話になりそうですが、まあ WRC プラス130くらいまた今年も残せるんだったら、そこは許容できるという話なのかもしれません。またレイリーはレイズで彼が得意としている対右投手限定で起用されたことが好成績につながった側面もあり、マリナーズもレイズ時代と同じような起用をしていくとディポトさんは話していましたので、まあちょっとフルタイムのレギュラーとしては使いにくいところ、さらには昨年7月以降バッティング面が低調だったのも少し気になるポイントでしょうか。すでにオプションも切れていますので、活躍しないと困るタイプの選手でもあります。5年保有できるとは言ってもそううまくいかない可能性だって全然あるでしょう。こういったところは懸念点かもしれませんが、とはいえ現状控えが有力だったカバエロで、レイリーほどに攻撃面のポテンシャルがある選手もらえるんだったら、まあトレード自体に文句はないですけどね。むしろレイリーをもらえるほどに成長したカバエロにも感謝ですよ。全くもってトッププロスペクトでも何でもなかった選手ですが、昨年突如ブレイクし、ベースボールレファレンスサンスのウィザーリプレイスメントで 2.4 を記録。コルテモンのスランプ時には本当に助けられた選手です。昨年の攻撃面のスタッツが示すように打力には大きな課題を残すものの、スピードもありますし、さらに塁上では随所に頭の良さを感じさせるプレーも見せてくれたのが非常に印象的な選手です。二遊間守備も素晴らしいの一言で、マリナーズに少ないいい意味でいやらしい選手としての存在感を発揮してくれました。レイズには二遊間守れる選手が多く、ライバルもたくさんいますが、一方でカバエロほど特にショートをハイレベルに守れる選手は少ない印象ですので、フランコなき今、打力がもう少し伸びればあの守備力も相まってレギュラーをつかみ取る可能性だってあると思います。レイズでのさらなる飛躍にも期待したいですね。最後に今回の2件のトレードの全体的な感想も話したいですが、当然トレードですからリスクはありつつも、出費を増やさずに補強ポイントにうまく対応した印象はあります。プロスペクトも切らずに済みました。使えるお金に制約があるとされる中で、知恵を絞って将来の出費も削りつつ、今いくらかのバリを取ってきたのも良かったと思います。まあハニガーにしてもレイリーにしても三振が少ない選手ではないですので、三振を減らすという目標はどうなっちゃったのかよくわかんないんですけどね。ハニガーやレイリーがどれほど活躍するか未知数な部分はありながらも、ひとまずだいぶ打線の穴を埋まってきた印象ですし、それでいて昨年の総年俸よりもまだ少ないくらいですから、まだ補強に動く余地も残しています。ディポトさんも追加補強を否定していません。レイの放出で特に2025年以降の出費をだいぶ削れましたので、もう一人どこかで大物に近いレベルの選手を狙ってくれたら嬉しいんですが、この後のマリナーズはどう動くでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、メルビンに関する動画を上げていきますので、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。